皆さん、こんにちは。今回は互いに現在最も注目されている女優と言われている永野芽郁さん、広瀬すずさんの共演 NG や彼氏、結婚や性格悪いと言われる理由について紹介します。演技力抜群で透明感もある永野芽郁さん、 NHK 朝ドラ半分青いではヒロインを演じ、一気に話題を集めました。国民的女優の永野芽郁さんですが、性格が悪そうという噂があるようです。そういった噂が流れているのは、大きく分けて3つの理由がありました。1つ目の理由として挙げられているのは、あざといと言われているところです。永野芽郁さんの性格に対する声には、あざとい、天然というコメントが多数ありました。以前バラエティ番組モニタリングに出演した際、犬の鳴き真似を披露した永野芽郁さん、可愛いと絶賛されましたが、その裏ではこんなコメントも。計算高い、あざとい、こういった批判コメントは女性からが多かったとのこと。異性からはあざとさが可愛いと好評ですが、同性受けはしていないようです。また永野さんには数々の天然エピソードがありました。2019年7月に行われた PR イベントで、司会者から天の川を見たことがありますかと尋ねられた時の回答が、あれ、天の川は絵本とかそういう世界の中の話だと思っていて、空に川があるってどういうことって、天の川は星ってことですか、織姫と彦星がいる星が天の川なんですかと、永野さんの天然ぶりに会場は笑いに包まれたとのことです。永野さんの天然ぶりに好意を持つ方もいれば、キャラ作りと感じている方も。天然であざとい部分が一部の方に性格が悪そうと思われている原因となっているようです。2つ目の要因として言われているのが、人懐っこいというところです。永野芽郁さんは天真爛漫で目立ちたがりの性格だと言われています。本人曰く、自分の学生時代はおとなしい生徒ではなく、持ち前の元気さで共演者と仲良くなるのが早いのだとか。俺物語で共演した鈴木亮平さんは、現場のスタッフや共演者をすべて味方につけてしまうといったコメントをしていました。永野芽郁さんの人懐っこい性格は高評価を受けている反面、一部の人からは批判がありました。共演した坂口健太郎さんのことをケンニーと呼んでおり、親密な関係が、坂口健太郎さんファンからすれば嫌な気持ちになりますよね。批判をしているのはおそらく共演者、主に男性俳優のファンの方なのでしょう。3つ目の理由は、共演者との熱愛の噂です。共演者との噂が絶えない永野芽郁さん、過去に12人の俳優さんと噂されています。すべてドラマや映画などで共演された俳優さんですが、実際は目撃情報もなく、ただの噂止まり。熱愛が出る背景には、永野芽郁さんと俳優さんの距離が近すぎるといった理由があるのでしょう。どんな方とも打ち解けてしまう永野芽郁さんの天真爛漫さが俳優さんたちを魅了しているのでしょう。実際はお付き合いされていないのですが、そういった噂が多すぎて、俳優さんファンの方から性格が悪そうと言われているようです。永野芽郁さんのインスタには共演者との写真が多く投稿されています。男性俳優はもちろんですが、女性共演者との写真も多いんです。彼女の人懐っこい性格が女性共演者にも好かれているということですね。永野芽郁さんのインスタからは幅広い交友関係が伝わります。またたまに行われるインスタライブでは、可愛すぎると釘付けになる人が続出しているといいます。視聴者からのコメントにも答えるという神対応をしています。以前アンチコメントが来た際には、嫌ならインスタライブ見に来るなという姿勢で立ち向かっていたとのこと。一見不安としてそうな永野芽郁さんですが、意外と強い一面がありました。こういった一面は女性からも高評価を受けているようです。永野芽郁さんは過去、自身のブログに寄せられたコメントやインスタのコメントに返信をしており、相談に乗っていたこともありました。実際にインスタで返信をもらったファンは、
本当に嬉しい、とコメントしていました。現在は多忙のため、なかなかお返事ができないので、本人も悔やんでいるとのことです。ファンの方を大切にする永野芽郁さんの思いやりが素敵ですね。透明感もあり、ほわんとした印象の永野芽郁さんですが、実は男っぽい一面がありました。以前共演した広瀬アリスさんは、永野芽郁さんについてこのようにコメントしています。男っぽい、せっかち、見た目に反してバイク好きであり、愛車のエストレアを愛してやまないとのこと。以前受けた取材では、バイクに関して今後の目標を、二輪免許も取得したい、と語っていました。行列のできる法律相談所でドリフトを披露し、運転テクニックがすごいと話題になりました。永野芽郁さんが車好きなことは、世間からの好感度アップにつながっています。可愛らしい永野さんの意外な一面が、とても魅力的ですね。永野芽郁さんが性格が悪そうと言われているのは、天然だったり人懐っこかったりすることが理由でした。一部の方に言われているだけで、多くの方は永野芽郁さんに対して好感を持っていることもわかります。永野芽郁さんは主演の菅田将暉さんと共に日本テレビ系連続ドラマ3年 A 組今から皆さんは人質ですに出演し、視聴率を牽引しています。2018年末の NHK 紅白歌合戦には審査員として参加しました。そこでは2019年4月スタートの朝ドラ「夏空」に主演する広瀬すずさんとの新旧朝ドラヒロインの絡みは視聴者を大いに喜ばせました。星野源さんが朝ドラ「半分青い」の主題歌「アイデア」を歌った後、赤組司会の広瀬すずさんが永野芽郁さんに「芽郁ちゃんアイデア」を改めて聞いてどうでしたか?と感想を聞きました。すると永野芽郁さんは目を潤ませ、いやもう何回見ても泣きそうになると声を震わせました。ところがネットでは永野芽郁さんと広瀬すずさんの共演 NG 説がささやかれています。視聴者を釘付けにしたこの2人のシーンについて、週刊誌では実は双方のスタッフは緊張状態だったという記載があり、ある芸能関係者はそりゃそうですよ、二人は年齢が1歳違いでデビューから女優としてブレイクするまでの過程がほぼ一緒、意識しないことの方が難しいと語りました。実際改めて二人の経歴を見比べると、被る点が少なくありません。いずれもファッション雑誌セブンティーンの専属モデルとして注目を集めていました。セブンティーンは過去に北川景子さん、桐谷美玲さん、武井絵美さん、剛力彩芽さんらの人気女優をたくさん輩出してきた雑誌です。モデル同士の競争も激しいといいます。さらに広瀬すずさんは2014年、永野芽郁さんは2015年に全国高校サッカー選手権のイメージガールを務めました。これだけではなく、広瀬すずさんは2015年にタレントの CM 契約数で上位に立ちましたが、後方から猛追しているのが永野芽郁さんです。二人のセールスポイントは可愛らしさと清潔感、キャラかぶりを指摘する人がいるという広告代理店関係者からの声も上がっているとのことです。まさにつばぜり合い、トップ女優の座も激しく争っています。広瀬すずさんと親交のある若手俳優は、すずちゃんが結構気にしているのが、後輩の永野芽郁さんが自分より1年早く朝ドラの大役を務めたこと。すずちゃんとしてみれば、映画「海町ダイヤ」で日本の映画賞を総なめにして、フランスのカンヌ国際映画祭にも招待されたという自負と自信がありますからね。僕たちは、すずちゃんは朝ドラの制作100回記念のメモリアル作品に出演するんだから、と励ましているのですが、と証言しています。広瀬すずさんと永野芽郁さんの関係は、映画スタッフやテレビ制作の現場レベルにも、暗い影を落としつつあるといいます。人気者の2人ですから、共演させれば当然、高視聴率や高報酬が見込めます。ところが、2人に出演オファーを出しても、受けてもらえないと言います。いわゆる
共演 NG というやつなのでしょうか。将来的には分かりませんが、企画倒れになった映画やドラマがいくつかあるそうですと、ドラマ関係者が語っていたそうです。もし今後紅白で見せたような微笑ましい二人の姿が見られないとしたら、ファンは残念でしょう。永野芽郁さんの結婚事情を見ていきたいと思います。2024年3月時点で永野芽郁さんは結婚していません。2020年のインタビュー記事では、結婚願望があると答えた永野芽郁さん、子供が好きで30代で結婚できたらいいなと話しています。そんな永野芽郁さんの生年月日は1999年9月24日で24歳、現在は20代半ばということで、30代までは5年以上ありますし、永野芽郁さんの理想の結婚年齢を考えると今すぐではなさそうですよね。しかし電撃婚の噂が浮上した永野芽郁さん、一体どういうことなのでしょうか。それは2019年に永野芽郁さんが言ったインスタライブでの発言だったようです。2019年の10月に行ったインスタライブで、すいません、来年1月末永野芽郁電撃結婚みたいなの出ちゃったら本当にごめんなさいと冗談めかし、どうですか、早いよねと問いかけると、ファンからは、いやまだしないで、それはそれで嬉しいですよと様々な声が飛んだといいます。これは冗談で言ったようですが、ライブを見ていたファンは驚きですよね。永野芽郁さんの周りの友達たちや芸能界での結婚発表があったとされており、永野芽郁さん自身が影響を受けたようでしたね。その当時は19歳でした。24歳の現在、女優として大忙しの永野芽郁さん、結婚願望は30代ということもあり、まだまだお仕事に専念する可能性も高く、結婚はもっと先になるかもしれません。ですが交際相手の方がいたら実際どうなるか分かりませんね。また永野芽郁さんは子供が好きと言っていますし、将来的に電撃婚の可能性はもしかしたらありえるのではないかと思いますね。永野芽郁さんと伊野尾慶さんが交際しているのではと噂がありますが、本当なんでしょうか。永野芽郁と検索をすると伊野尾慶さんの名前が上がってきますよね。しかしながら実際は交際をしているという情報はありませんでした。なぜそのような噂が立ったのか。ことの発端は永野芽郁さんと伊野尾慶さんのツーショット写真が SNS 上で流出したことが原因だったと言われています。お二人は映画ピーチガールで共演していたため、撮影現場で撮ったと思われるオフショットのツーショット写真が原因でお二人の熱愛疑惑が浮上したようです。とても仲が良さそうで、写真の雰囲気からも誤解を生んでしまったのでしょうね。ということで永野芽郁さんの彼氏が伊野尾慶さんの可能性はかなり低いのではないかと思います。一方で広瀬すずさんは山崎賢人さんと2024年に電撃婚すると噂されているようです。15歳で女優デビュー以来、若手女優として第一線の活躍を誇る広瀬すずさん、16歳で俳優デビューして以来精力的に作品へ出演し、最近は実写版アニメを演じるなら彼しかいないと言わしめるほど引っ張りだこの山崎賢人さん。そんな広瀬すずさんと山崎賢人さんは現在交際中で、結婚秒読みとの噂が浮上しています。このビッグカップルはついにゴールインするのか気になるところです。誰もが知る美男美女のビッグカップルの誕生に世間には衝撃が走りました。広瀬すずさんと山崎賢人さんの馴れ初めはどのようなものだったのでしょうか。馴れ初めについては正式に発表されてはいませんが、2016年公開の映画「4月は君の嘘」での共演だと言われています。それ以前に広瀬すずさんと山崎賢人さんが共演したという情報が見当たりませんでした。映画公開前には映画の告知イベント、番組、雑誌の撮影などで顔を合わせる機会も増え、仲を深めていったのではないでしょうか。さらに2018年には4月は君の嘘が地上波で放送されることになり、
再び共演する機会が増えました。映画撮影中にすぐに交際に至ったのではなく、共演する中で徐々に仲を深め、恋人関係に発展していったのでしょうか。多忙によるすれ違いが心配される2人ですが、そんな噂もよそに結婚秒読みだと言われています。これまでの熱愛報道とは違い、どうやら本命だと噂されているようですね。そこで広瀬すずさんと山崎賢人さんの馴れ初めについて、2024年に結婚すると言われている理由を5つ紹介していきます。まず1つ目の理由は、事務所と家族公認の交際であることです。2022年7月にウェブ版の週刊誌によって交際がスクープされました。広瀬すずさんの誕生日を祝った翌日に、2人は広瀬すずさんの兄と母親を連れて東京ドームで開催された格闘技イベント「ザ・マッチ2022」を一緒に観戦しています。この時、週刊誌の取材に対して双方の事務所は、プライベートは本人に任せておりますと回答し、交際を否定しませんでした。事務所が強く否定しないあたり、事務所公認のカップルだということがわかります。このことから、2人の交際は事務所と家族公認の交際と見られています。2つ目の理由は、すでに2人は半同棲状態であり、しかも事務所が寛容なことです。広瀬すずさんの自宅マンションで半同棲状態にあり、山崎賢人さんが愛車や事務所の送迎車でマンションを訪れる姿が何度も目撃されています。広瀬すずさんは TBS の日曜日の初耳学に出演した際、結婚観について、何年かお付き合いして、何年か同棲して結婚を考えるタイプと、結婚の前に同棲というステップを踏む派だと語っています。お互いに多忙ながらも、この報道から1年以上が経過した現在も同棲は継続中だと見られています。このことからも結婚は時間の問題と見られています。3つ目の理由は、広瀬すずさんの恋愛観についてです。雑誌記事によると、広瀬すずさんは恋愛観についてこのように語っています。人も物も最上級に好きになることは少なくて、いろんなものを幅広く好きでいる方かも。その代わり、一度好きになったものはずっと好きでいます。裏切られても嫌いになれないんですよね。広瀬すずさんは人見知りなので、勢いですぐに恋に落ちるというより、じっくり時間をかけて相手を見極めて好きになっていくタイプのように思われます。だからこそ、一度好きになると一途にずっと好きでいるタイプのようですね。恋愛において相手のことをずっと好きでいられるというのはとても素敵なことです。4つ目の理由は、薬指にペアリングをはめているということです。2024年5月発売の週刊誌が、広瀬すずさんと山崎賢人さんのデートの様子を報道しています。2人が薬指に金のペアリングをはめていたことで、実はすでに結婚しているのではないかとまで言われました。ペアリングは右手でしたが、左の薬指にはめる日も近そうです。5つ目の理由は、変装することなく堂々とデートしているということです。芸能人は交際中、一般人や写真週刊誌の目を気にして変装してお忍びでデートをしたり、週刊誌のスクープを避けて自宅でデートするなど、堂々とデートすることは少ないようです。相手が芸能人同士であればなおさら気をつけそうなものですが、広瀬すずさんと山崎賢人さんは変装せずに堂々とデートしています。隠す気持ちがないということは、2人の関係が確固たる関係に向かっているということを物語っているのではないでしょうか。結婚して堂々と外でデートができるようになったという芸能人も多いですよね。その後、山崎賢人さんがあまりにも多忙すぎることで破局危機説もささやかれたりしていますが、交際は順調のようで、いよいよで結婚も近いのではという声が上がっています。1998年生まれの広瀬すずさんは、2024年6月19日に26歳になります。1994年生まれの山崎賢人さんは、2024年9月7日に30歳になります。世間一般で言えば、2人ともそろそろ結婚を意識する年齢ではないでしょうか。広瀬すずさんと山崎賢人さんには、お互いに人気俳優同士でドラマや
映画に引っ張りだこです。熱愛報道、デート現場、反動性スクープといった報道が続いたため、結婚の噂が浮上したようです。現時点で結婚に向けて話が進んでいるといった報道は出ていませんが、双方の事務所も公認の交際で、親にも紹介済みということから、それぞれの仕事が落ち着いたタイミングで結婚するということは十分に考えられますね。見ていてうっとりするほど美男美女な広瀬すずさんと山崎賢人さん、近く幸せな報告が聞ける日も近いのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は互いにドラマや CM に引っ張りだこの永野芽郁さん、広瀬すずさんの共演 NG や彼氏、結婚や性格悪いと言われる理由について紹介しました。10代の頃から活躍されているお二人の今後のさらなる飛躍に期待しています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。